今日は積分。はい、こんにちは、タクロと申します。今回も自分が苦戦した問題から持ってきました。誘導つけといたんでギリギリ高校範囲で解けると思います。ぜひチャレンジください。はい、始めます。1番は高等式ですね。 t がマイナス1じゃないような実数だったら常に成り立つように定数 abc の値を定めなさいということですけれども、これはねもう分母払ってしまえばいいでしょう。1プラス t かける1プラス t2 乗を全体にかけて、あとはもう係数比較でいいでしょうね。 t の2次の係数、1次の係数、定数項を比べましょう。2次の係数が a たす b、 1次の係数が b たす c、定数項が a たす c か。はい、解いてしまえばいいですね。全部の式足してあげたら a たす b たす c が2分の1って一瞬で出ますから、 c、a、b の値がすぐわかりますね。 a たす b たす c が2分の1ですから、b がマイナス2分の1か。はい、 t がマイナス1以外のすべての実数で成り立つための定数の条件はこれというふうに解くことができますね。これはサクッとやってくださいね。はい、じゃあここで2番いきましょう。2番は見たことない2番は見たことない積分ですね。分母分子がコサインやサインの整式で表されているならば、タンジェント2分の x を t と置いてあげれば計算できるというふうな技があるんですけど、タンジェント x そのまま t と置いたらいけるんじゃないのみたいな形になっているので、それを一旦試してみようと思います。こういうふうに置いてあげるといいでしょう。そうすると、微分すると、このままだとね、こっちにコサイン2乗 x 分の1がないんで、コサイン x とタンジェントの関係ということで、1プラスタンジェントの2乗イコールコサイン2乗分の1。それを用いますと、左辺が1プラスタンジェント2乗、1プラス t2 乗になりますから、こうですね。こういう風にしてあげると dx を dt で置き換えることができて、そこも t の式にすることができます。これで置き換えましょう。1プラスタンジェントはこうで、dx をこれで置き換える。これでうまくいくかっていうことなんですけど、いけそうですね。なぜなら、正式分の正式の形になっているならば、積分ができるという風な性質があるからです。そして、この形。部分分数分解をするんですけど、部分分数分解はここでやったからということですね。同じ形が出てきたからこれがヒントになってるねということで、これを用いて積分を試してみようと思います。全体2分の1でくくりますね。はい、こんな風になるでしょう。 t の係数がマイナス2分の1だから、マイナス2分の1ね、ここが2分の1なんで2分の1という風になってますよ。2分の1くくり出してますからね。これを積分していこうと思います。できますかね。定積分の問題ごちゃごちゃってなってるやつ一つ一つやっていけばいいですからね。できる分からやっていったらなんとかなるんでね。まず1次分の定数、これはいけますね。ログです。今回不定積分で範囲区切ってないんで、ここはね絶対値つけることに注意してくださいね。はい、じゃあ次はここですね。これがいけるっしょ。ここ1プラス t2 乗分の t の積分、これもできますね。これもログでいける。こういう形だろう。これを、こいつを微分してやると、分母にログの中が出てきて、微分したものが分子になるから、これを微分すると、こうなるわけでしょ。ここの係数はプラス2だけど、ここの係数はマイナス1だから、このログの係数で合わせてあげれば OK ですね。ついつまがあって、同じものになるでしょ。で、残りの部分なんですけど、これなんですけど、普段はね、定積分で t イコールタンジェントシータっていう風に置いていくんですよ。まあ、その手法を思いついてほしいんですが、今回はそもそも t もともとタンジェント x、タンジェント x でしたよね。なんで、ここにあるんですよ。これを使って元に戻しちゃいます。
だから、2分の 1x ってことですね。なんで、全部積分ができちゃいます。あとは、この辺の計算を進めていきましょう。ね、t ってのは僕らが勝手に決めた文字ですから、x を使って表しましょうね。ここもね。1プラス t 乗っていうのは、cos2 乗 x 分の1でしたね。はい、こんな感じ。で、ここもちょっと整理できそうですね。真数の累乗は対数の掛け算と言いますかね。真数の中に持ってくると累乗に変わりますから、ここをマイナス2分の1乗してあげればいい。で、ここは積分しまして、2分の 1x という風になりますので、まあこのままでもいいんだけど、一応まとまりますね。対数の足し算は真数の掛け算ということで、はい、このように計算することができました。はい、まとめ、計算しましょうか、今回は。いや、嘘やろこんなんと。三角関数も出てくるし、普通の一次関数も出てくるなんておかしいでしょ、そんなんと感じると思うので、微分して計算しましょうね。微分してちゃんとこの関数になるかどうかと、2分の1ログを微分すると分母に元の関数が来て、それを微分したものが分子に来る。 sinx を微分すると cosinx、 cosinx を微分すると -sinx、 2分の 1x を微分すると2分の1ですから、こういう風になりますよね。計算するとこっちは cos-sin が分子、こっちは数分すると cos プラス sin になりますから、こういう風になりますよね。約分しまして、 cos プラス sin 分の cos ということで、ね、分母分子を cos に割ってあげればということで、あ、元の関数になるやんけという風になりますね。まあ、積分のでは微分して計算っていうのはね、非常に強力な計算方法になります。微分の方が簡単で、しかもね、微分と積分は逆の操作であるっていうことがちゃんと利用できてるんで、早いし精密な計算になるからですね、おすすめです。ギリギリ誘導あったら大学入試でも出せるかなくらいの、僕にとってはね、非常に難しい積分をご紹介しました。はい、今日の授業は以上です。ここまでご視聴いただきありがとうございました。